はい、しおたんです。はい、こんにちは、しおたんです。どうも、お世話になります。ありがとうございます。何年ぶりですか？2、3年かなと思っております。2、3年ぶり。そうですね、楽しみです。ありがとうございます。まあ、私の船に乗るのは初めてということで。はい、私の船の私は誰ですか？第二形態です。この前、しおたんの動画拝見させていただきました。ありがとうございます。ハトカットされてたわ。ごめんなさい、なんかいろいろ人映ってこうカットしてって言ったら、ね、ちょっとすいません。よかった、よかった。いろいろな人ハトだけね出せてよかったです。はい、それでは2、3年ぶりの船下りぜひ行きましょう。やった、お願いします、はい、レッツゴー。ありがとうございます。ありがとうございます。ではここね、はい、はい、出発します。はい、出港です。はい、行ってきます。いってらっしゃい。はい、行ってらっしゃい。お疲れさー。いや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 、本当にもう塩タンがお腹空いちゃってる。ああ、楽しみということで。はい、塩タン、ありがとう。はい、お疲れさん。ありがとうございました。いや、いかがでしたでしょうか？いや、もう本当に天気も最高で、うん、素敵な景色と面白い話。ありがとうございました。いい時間でした。そうですか。いや、50分もね、やっぱり乗ってるとお腹空いちゃいますよね。空いちゃいましたよ。ね、暴れてちょっと破壊しそうでした。よろしくお願いします。暴れてお腹空いて暴れて、お腹空いた。やめてやめてやめて。そちらの映像は、しおたんが、後ほど、今回は船下り来ていただいてありがとうございます。こちらこそありがとうございました。またお越しください。また来ます。はい、じゃあ試合通り、はい、レッツゴー。はい、船頭役者でございます。財布忘れちゃったのよ。財布すいません、忘れちゃった、いけねー。ということで、引き続きしおたんが来てくれました。こんにちは、しおたんです。しおたんです。はい、さあ今日はね、せっかくしおたんが来てくれるということで、戸沢村いろいろね、おすすめスポットとかね、うん、おすすめのグルメとかあるんですよ、うん、そこでね、私たちしおたんにもちょっとご紹介したいなということで、今の期間限定でやってるものがあるので、それをぜひね味わっていただきたいなと思って連れてきました。はい、楽しみですね。ここは白糸の滝ドライブインですよね。あ、ご存知ですね。もちろんですよ、何回も動画撮ってますし。あ、そうかそうかそうか。ちょっと嫌な予感というか、してるんですよ。ここはデカ盛りが有名じゃないですか。あ、知ってますね。だからどんなものが出てくるかちょっと恐れているんですよ。恐れている。そうなんです。しおたんはあんまりデカ盛りとかは得意じゃない。すごく得意そうに見られるんですけれども。見られちゃうの？まあ普通なんですね。普通よりちょっと食べるかなぐらいの。あららら。あまりこう期待に沿うことができない。何、そんな感じなの？まあまあまあ、でも美味しく食べれますね。でも何回も来てるということで、ここの期間限定でやってるもの。もうお昼時も回りましたから。いや、お腹空きましたよ。そうでしょ。じゃあ早速行ってみよう。行きましょう、レッツゴー。ゴー。五重塔バーガー食べたんですよ。食べましたよ。全部食ったの？いや、食べれない。食べ、何個食ったの？それは、まあ、1個ぐらい美味しく食べて、あとはもう持ち帰りで家族で美味しく食べました。1個可愛いですね。これ2個。何個食べたっけ。でも家に帰って可愛くない量食べましたよ。家族みんなでとか言っといて。いやあれでも1個だいぶ大きいですよね。でかい、ぎゅっと詰まってるから。これね、美味しかったな、あれ。あとなんか海鮮丼みたいなの食べましたね。超でかい。あ、なんかあったね、海鮮丼。海宝丼。船関係ないんだよ。そうそう、無事やな、タイミング合わなくて食べなかった。海鮮丼のデカ盛り丼。シュートは学生時代何部でした？ああ、吹奏楽。ずっと？いや、吹奏楽中学やって、高校は何も入ってなかったです。ほら、まっすぐ家帰って。いや、まあ音楽家だったんで、うん、練習ですね、音楽。あ、ずっとしてた。そう、うん、
何部でした？僕は野球ですね。野球っぽい。野球っぽい、うん、全然打てなかったけどバスケもね、ちょうどねスラムダンク流行ってたからね。うん、ね、あの時代バスケちょっとだけかじってただけ。バッシュ買ってバッシュも速攻盗まれたからね盗まれた。あの新宿とか行きます？うん、たまに新宿でね募金してたから気分良かったから、うん、1000円入れたんですよ。おうおう。そしたらね、もっと入れてくださいってあ、声かけてくるやつですか？なんかいや全員のつもりでやったんですよ。1000円って結構でしょ。1000円はすごい、うん、もうちょっとひどいもうちょっとまあいろんなことありましたよね。とか、うん、芸大の声楽家なんですか？あ、そうです、声楽家です。実際芸大の声楽家ってもう丸一日歌うみたいな感じなんですか？いやもう本当人によってもうすごいゆるっと過ごしてる人もいるし、すごい頑張ってる人もいるし、うん、人それぞれなんですけど、ずっとまあ音楽ですね、一日中、うんうん、でどっちなんですか？私はすごく楽に最低限マイペースで、そうマイペースよく卒業できたな4年でっていう感じで過ごさせていただきましたけど。そういうのってでも大変ですよね。花形じゃないですかいやいやいや、お金言ったら結構やっぱ競争率とかもすごいんじゃないですか？あ、そうですね、結構性格も強めの子が多くて、私がにじゃないから、もう最低限でできることやって卒業、うん、なるほど結構あの体力的にも大変ですよね、やっぱ高い音出し続けるんで。うん、まあまあ そんなにでも結構体育会系な感じはしますね。コンストレーニングとか、うん、実際あの専業役者もちょっと歌やるみたいな話あったじゃないですか、昔の話で。歌をやる、CD、あ、そうですね、私あの NHK ホールの前で踊ってましたよ。すごい。あの当時、当時ね、あの野猿ってご存知ですか？野猿っていうね、あのトンネルズの、あ、トンネルズと、はいはいはい、あとあのスタッフが、うん、チームで、あのフィッシュファイトとかいや多分叫びとか聞いたことない。 NHK ホールってのはほら昔一世風靡セピアとか有名だったんですが、ここから生まれ、ここから人気になっていったところなんですよ。でそこでよくやってましたんで、世代違いすぎてジェネレーションギャップを感じた。ここしは共感してるけどなんで分かんねえんだよあった。でも野猿が流行ってたのは俺が小学校だったよ。だから生まれてそれないお前生まれてないのか。アニメとか何見てました？アニメいつぐらいの話？いや、それもうちょ今見るんですか？アニメ今たまに見てるんですか？見てますけど。それやっぱり小学生、小学生の時は銀魂ですね。あはははは、若いね、うん、最近だよね銀魂最近だよ、ね、銀魂私たちの時はあれですね、おじゃまんが山田くんとか分かります。おじゃまじゃまじゃまおじゃまんね共感できる人一人しかいない何歳ですか？45です。おお、何ですかそれ。私の場合は何ですか？俺は山品さんとジェネレーションギャップありますよ。もう筋肉マンがすミッチーさんと同じ年ではないけども2個世代が、うんうん、ミッチーさんも筋肉マン好きなので、そこ話合うんですよ。ああそうなんですね大好きだからだから結構アフロ君なんてのは結構離れてるから、私から感覚ちょっと違うようなところがあります。結構似てるようなところありますよ、これ世代一緒でしょ。ちょっと3つぐらい上なのかな、もっと上なのかな、ね、アフロ君、アフロ君、うん、少し上ですよね。30いったでしょ。ちなみに山形の YouTuber とコラボするのって何回目ぐらいですか？アフロリュウジさんと、うん、誰かいたっけかな。いないです、うん、2回目記念する。2回目いないですもん、そもそも探すと大変だよ、うん、それでは到着した模様でございますので、お楽しみ。いやドキドキしますね。ドキドキします。もう事前にもないんで、あ、もう目閉じてパッと開けたらいいです。ああ、それしよう。今この白糸の滝ドライブインさんが手掛けている期間限定の商品がこちらでございます。はい、それではしおたん、はい、オープンしてください。いきます、はい、3、2、1
戦狼じゃんけん始めるよ。勝っても負けてもチャンネル登録よろしくお願いします。それでは戦狼じゃんけんじゃんけんパワー、はい、3、2、1。うわだでっかマジで。これ何でしたっけ、ネーミング。ダブル五目あんかけ飯最上京盛りでございます。やばやばすごいですね、これ比較にこれが通常サイズです。これも結構なボリュームよ。ちょっとお持ち帰り確定です。ちょっとこれはダメだこりゃ。何よこれ。でもお腹空いてたんですよね。空いてましたよ、うん、でもこれちょっとびっくりした。これあ、ダブルってこうご飯と麺ってことですか。おお、これカロリーすごいね。どっちこれすごいですね、炭水化物が。そっか、いやなぜ食べられなくてもお持ち帰りすることができますから助かります。期間限定29日までの、はい、提供となっておりますので、はい、これどうやって食うよ本当に。ああちょっと一言言っていいですか、はい、ギブアップ早いってギブアップ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 ブレイクブレイクって何何ギブバイはいということでじゃあぜひ召し上がってください。はい、いただきます。いただきます。ちょうどね一番腹減ってる時だから時間的に、うん、どっちで食えばいいか迷うね。まずね、そうですね、多分ご飯はスプーンってことかな。スプーンでいこうかな。じゃあいただきます。いただきます。はい、やってください。うめっ。おうん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 、塩気が飯と完全マッチ。美味しいね。どう？美味しい。あんかけのこれスルスルと入っていく感じがしますね。味の方はバッチリですね。バッチリです。もう体が求めている感じの塩味を求めている。うん、ギブアップ。あいえ、まだ食ってない、まだ食ってない。これだったらいけ。いや無理だな。なんか謎の自信が生まれてきましたよ、先導役者。いや、そのぐらいうまいってことよ。そうですね。ちょっと焼きそばもいかないと。焼きそばもいってください。五目焼きそば？五目ですね。五目はあんかけ飯と五目焼きそば。たぶん。すごい。ソースの塩気がいいじゃない、また。この焼き目が美味しい。あ、うん。ちょっとお焦げが、本当だ。うんうんうん、食感が楽しい。うまっ。もしかしてじゃあいけそうですか。これは、うん、ギブアップギブアップギブアップ。えあっ、塩さん辛いのは大好きですか。辛いのは食べれますけども、ぜひこの辛子ありますから。辛子味変でいいですね。あ、まだ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 早いのかな。まだ早いですよ。早い早いか。何口目ですか。もうすでに諦めよう。あ、いいですね、先導者楽しそうですね。どうだろう、うん、でもなんかパッと見謎の自信で俺全然食えそう。食べ始めれば分かりますよ、無理だっていうことが。でも私このこういう場じゃなくて家でこれ一人でボって出されたら多分普通に長い時間かけてよ。食う？うん。食えんの？うん、多分いけると思います。朝から夕方ぐらいになってます。投げ食べ過ぎだけど。それだったら三分割、多分昼にはラーメンに変わってますよ。嘘。三分割するわけ、朝昼晩で、ね、いやずっと食べるんですもん。ずっと食べるの、休憩なしで。それはそれですごい。すげえ。そう、なんかずっと食べれちゃうんですよね。なんかそれが良くないんですけど。食べる体力は異常にあるってことです。一回ではそんなに入らないけど。うん、あんが美味しいね。あ、美味しい。うん。うん。もっと焼きそば行った方がいいんじゃないですか。なんかね。なんか増えてまだ早い。これはあの勝ち負けとかじゃないですよね。ないですね。今回はこちらのスペシャルメニューを味わってもらうために、うんうんうん、わざわざ2人前用意していただきました。うん、あっちの方はね。お塩好きですね。うん、危ない。危うくこれ飲むところだった。水と間違えですね。
まあ、あのそもそも一人で食べてもいいんですけども、まあ、ご家族の方だったり、うん、あともう全然お持ち帰りするような気分で挑戦していただいて結構ですので ね、うんうん、ここ一発食べきり挑戦メニューというわけでございます。発信してください。ちなみにお値段は、お値段の方は2300円。え、マジですか。通常サイズが1100円。え、安すぎないですかそれだったら。うん、おかしい。税込み2300円、こちらの通常サイズが1100円。安すぎません。緑食堂さんって行ったことありますか。ないです。あ、ないですか。え、どこのですか。鶴岡市です。鶴岡、次はぜひ緑食堂の唐揚げカレーでお会いしましょう。気になる。唐揚げにカレー、カレーは多分これよりもちょっときついかも。いやもうなんかね、ちょっとね、もうぐい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 いけちゃうんだこれ。ほんと美味しくて進むのよ。あれもバッチリですね。バッチリバッチリ。うめえ、うめえ、最高。どうですか妹さん。めっちゃうまい。めっちゃうまいね。はい、嬉しい。めっちゃうまい。ご飯めっちゃこれ進むね。これやばい。これ飲み物みたいになっちゃう。うん、飲み物。え、なんか遠目で見たら全然食べれそうだなっていう。座るとちょっと違うんですよ。遠距離。配置するとでもそうなんですよ。なんかこっから見てたら、そう、あ、多分全然余裕だなって。遠近、遠近法、遠近法、やばい。あの妹さんがあの唐揚げ好きなので唐揚げ1個食べさせてあげてください。はい、どうぞ。また絵が重い絵が映り気味。いいね。うまいね。姉ちゃんの唐揚げとここの唐揚げどっち好きですか。ここの負けました。負けちゃった。負けちゃった。姉ちゃん負けるよ。姉ちゃん負けちゃった。適量ですね。よく私が持つと小さいって言われるんですよ。なんか見てて美味しそうだもんね、やっぱりこの2人とも。うん、ね、ありがとうございます。もう私味変してきますよ。からし豆乳。うん、どうですかからし。うん、刺激で進んじゃうこれ。刺激で、ちょっとしばらく見てていいですか。いや、美味しそうに食べる塩田を学べないことですか。そうそうそう、食べづらいですね。あ、そうやって来るんですね。何ですか。普通じゃないですか。あー、美味しそう。なんか辛そうですね、本当に。はい。食う前から辛いです。ギブアップ。いや、先輩ちゃダメです。今腹何分ぐらいですか、塩田。でも満腹かもしれないです。めっちゃ普通なんです。普通だね。うん、普通。これでも いけちゃうでしょ、斉藤君。すごいな。役場の斉藤君です。加減じゃいつか。いけちゃうそうです。美味しく食べれる限界って言ったら高齢かもしれないです。なるほど。いや、もう無理しないで大丈夫です。これでもあのスイーツだったら食えるんじゃないですか。どうでしょうかね。うん、いや、例えば今日この後スイーツは大体ね、あのこの方たちは食った後にソフトクリーム食う。ソフトクリームはまた別腹なの。個別腹なの。うん、あ、すごいですね。中島さん、この流れで言うと中島さんの方が少数派です。あ、食べれないですか。そうかな。いや、食べますけど、いや、腹いっぱいになるから食えない。別腹じゃない。同じ腹。同じ腹。斉藤さんもなんか、そんなことないですって。え、妹さんもあれなの、ソフトクリームは食える。あんま苦手だよね、ソフトクリーム。苦手？謎、本当に。何が、ソフトクリームが苦手なの。なんかあの量食べれないっていう。なんかアイスだと一口二口ぐらいでも満足ってなるよね。何それ、変わってる。変わってる。すげえ変わってる。いや、まあ飲み物なのに、ソフトクリーム。その、お餅中華ぐらいソフトクリーム食べ、私だったらこれよりか食べれるかもしれない。そう、アイス大好きなんで。あー、ほんと。うん。あー。
すごいよね。これからもここはなんかいろいろ研究を重ねて俺を苦しめるためだけにいろいろ商品開発してるみたいですから。ああそうですか。今度やってみます。苦しめるためって言いますけど、前回 の、 あのキングトントンとも食ってないですからね。何そうなんですか。唐揚げも俺が食ったし、野生の役者普通盛りしか食ってないですからね。くれないラーメンはあるから、仙台市は辛いラーメンしか食ってないです。仙台市はうまいんじゃないです。いや、さすが役者さんですので、ね、ちょっと若干バカにされました。あー、きつい。残ってますよ、エビ。仙台市はエビが残ってます。あ、あなんかこの町が嫌いになりそうで、小沢村はいいです。もう二度と行きません。言われそうで。そんなことないです、はい、いただきます。ラスカです。あー、くっとー、完食。完食です。完食、やったー。どうですか、ショータン。私はギブアップで。持ち帰りということで。持ち帰りということで。まあ、もうお米しかない。持ち帰り。おにぎりでもしてもらったね。はい、ということで。はい。はい。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いやー、うまかったですね。うまかった。ね、まあ一応食べきりましたんで、うん、今度は何がこうね仕掛けてくるか分かりませんけども、今船下りしていただいて。でこの後ここに来てるわけでございますけれども、全体的にどうでしたか。いやー、本当楽しいですね。なんかもう大自然の中でじゃないですか、このご飯も。そうですね。ロケーションも最高で、もう船下りも超楽しくて、お腹を満たされて楽しさも満喫できる、うん、いいところですね。あ、そうですか。ありがとうございます。なんか俺が褒められてるの。あ、俺か。あなたが登山です。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということでね、今日は塩谷に来ていただきましたけれども、実はですね、船下りは新しいプロジェクトもこれからちょっとやろうと思ってます、うん、なんですか。まあ、それは今オフラートに続いておきますけど、まうんうん、はい、ぜひその時もまたぜひ、あ、ぜひぜひ足運んでくださいね。はい、ね、井本さんもお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。船下りの模様は塩谷のチャンネルで流れます。はい、はい、そちらの方もご覧ください。ぜひお願いします。塩谷チャンネルでいいの。何、塩谷チャンネルって間違えて文字いて、チェンネル、チェンネル、そう、塩谷チャンネルで、はい、そのままなんです。はい、そちらの方、チャンネル登録とよろしくお願いします。お願いします。はい、ということで本日は白糸の滝ドライブインさんで期間限定4月29日までの提供でございますダブル五目中華最上京盛りを食べてみたございました。またお越しください、しおたん。はい、また来ます。ちょっと引いてませんか。あ、ちょっとテンションがなんかすごいなと思いまして、はい、またぜひ戸田村お越しください。はい、また来ます。じゃあね、バイバイ。ご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらグッドボタンとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。Thank you for watching. Please subscribe and hit the like button.